カイラワーンの大モスクアグラブ長は、アッパース朝支配下で、現在のチュニジア地方の支配を認められた、アグラブ王国の王朝。国境は、イスラーム教スンナ派。首都はカイラワーン。創設者は、イフリーキアの政局混乱を収集し、チュニス中東軍の反乱を鎮圧して、イフリーキアに自立政権を樹立した、イブラーヒームイブンアグラブである。アッパース朝の、 第五代カリフであるハールーンがイコールラシードに金貨年4万ディーナールを奉納することでイフリーキア総督として認められカリフの総主権を認めながらも独立した地方政権を北アフリカの地に確立したまた彼はフランク王国のカール大帝にライオンなどの当時としては珍獣を送っている初代のイブラーヒーム一世はあくまで アッパース朝より派遣されたアミールを称し、以後その後継者もアミールを踏襲したものの、実態は自立して貨幣にはアッパース朝カリフの名を刻まなかった。アグラ部長は、第3代のズイアーダ・アラーフ一世の治世に、827年からシチリア島へ進行を開始し、シチリア主長国が成立、ヨーロッパ近海の政界権を掌握して、 諸島は征服姿勢を誇った。王朝としては、第七代のズイアーダアラーフ二世の時に全盛期を迎えた。シチリア島の信仰は902年に、イブラーヒーム二世によって、タオルミナが攻略され征服が完了した。キリスト教徒の信仰は尊重されたが、シチリア島西部では、ムスリムの移住が進み、西部の中心都市であるパレルモなどで、イスラーム化が進んだ。 909年にイスマイル派で、ファーティマ朝の創始者となった、ウバイドゥッラーの信仰により、君主のズイアーダアラーフ3世が逃亡して滅亡した。世界遺産に登録されているカイラワーンの大モスクは、ウマイア朝の将軍、ウクバによって670年に創建されたもので、あるが、その再建が、アグラブ朝のズイアーダアラーフ1世により836年に、 開始され、イブラーヒーム二世の代に完成した。首都のカイラワーンはこのモスクにより、メッカマディナエルサレムに次ぐ、天国への、第四の門と称された。イブラーヒーム一世、アブドアラーフ一世、ズイアーダーラーフ一世、アルアグラムハンマド一世、マフマドズイアーダーラーフ二世。ムハンマド二世、イブラーヒーム二世、アブドアラーフ二世、ズイアーダーラーフ三世本文の中のない部分は、 以下による。ありがとうございます。